New South Wales 大学の日本語のチュートリアル。私のチュートリアルは火曜日の午後9時から6時までです。先生は福井先生です。福井先生は優しいです。たくさん先輩もいます。先輩の授業は面白かったです。でも先輩は日本に帰りました。文法を練習して新しい単語を勉強しました。音読も練習しました。カタカナはとても難しいでした。私は漢字の先生でした。楽しかったです。毎日家で日本語を練習してします。月曜日と水曜日に日本語の宿題をしました。日本語の宿題はあまり難しくなかったです。チュートリアルの友達はネロさんです。ネロさんは高い男の人です。ネロさんはスキーが大好きです。ネロさんとよく一緒に晩ご飯を食べて買い物をします。いつもチュートリアルで日本語の会話を練習します。日本語のチュートリアルは楽しかったです。友達がいますから、たくさん勉強しました。